お疲れ。僕の休日は金曜の夜から始まります。仕事が終わったら仲のいい同期と美味しいお酒やご飯を食べに行きます。たわいのない話をしながら1週間の仕事の疲れを聞きます。心も体もポカポカです。私は昔から海鮮が好きなので普段友人と美味しい海鮮巡りをしています。小田原を満喫しております。休日はよくランニングに出かけています。小田原は海も山も近くて自然が身近なのが嬉しいですね。少し歩けば違う景色に出会えるので気軽にリフレッシュできます。私は休日おしゃれなカフェ巡りをしています。小田原にはカフェがたくさんあり、私のお気に入りスポットは金次郎カフェとサドルバックです。金次郎カフェは宝徳二宮神社のそばにあるのでお参りもできます。仲のいい友人と美味しい食事と素敵な雰囲気のカフェは何時間でも過ごせます。休日は小田原城などよく子どもの頃に行っていた場所に行っています。子どもの頃とはまた違った見方ができて新しい発見があってとても楽しいです。また小田原は公園がとても多いので子どもとよく遊びに行きます。特にお気に入りはわんぱくランドで、自分が小さい頃よく通っていたと思うととても感慨深い気持ちになります。